然ですがアンケート調査。タイに来てから髪が傷むようになりましたか？結果、タイに住んでいるまたはタイに住んでいた日本人の 61% の方が傷んだと回答。そこでブクラーのみんなにどんなヘアケアをしているか聞いてみました。サリーハー、ブクラーのコマです。タイに来てから髪が傷むようになりましたか？はい、もう私も髪の毛傷みすぎてタイに来て髪をバッサリ切りました。ヘアはどうしていますか？私は有名な美肌サイサイさんのバイオトリートメントとインドネシアのエリップスっていうヘアオイルを使ってます。使ってるねそれもう見てください、もうほぼなくなっちゃいます。こちらのバイオトリートメントはプッコさんのブログでも紹介されてます。ラサダとかで売ってない？いや、実はこれラサダとかで偽物が出回ってるという噂なんですよ。気をつけなきゃ。そうなんですよ、気をつけてください。こんにちは、福倉の葉月です。タイに来てから髪が傷むようになりましたか？すごく傷みました。はい、どうぞ。すげえ、あなたケアはどうしていますか？はい、ケアはココさんがこのラリルというブランドを紹介していたので試してみたいなと思ってこのトリートメントを使っています。実際使ってどう？そうですね、何もしないよりかは髪がまとまりやすくなって良かったかなと思います。香りは私個人的な意見ですけどあまり好みではないですけど日本にいた時とタイにいた時とどう？いや、もう本当に日本にいた時と比べると全然肌も髪質も全然まだまだ元には戻らないです。サリーカー、ふくらのちいこです。タイに来てから髪が傷むようになりましたか？はい、痛みました。とりあえず、上げてもらっていいですか？はい、どうぞ。可愛い家だな。ケアはどうしていますか？ケアは、特にこれと言ってないんですけど、最初日本のシャンプー、日本から持ってきたシャンプーを使っていて、それが切れてからこっちで買ったシャンプーを使うようになりました。そう、シャンプーとコンディショナーなんですとサンシルクを私は使ってます。結構王道だね。頭皮が乾燥したりして、あ、なんか嫌だなと思ってたんですけど、こっちの使うようになってからは乾燥もなくなったし指通りもちょっとは良くなりました。薬局で安くなってる時に買ってるので色が揃わないんですよ。でも実際日本にいた時よりも髪質ってどう？やっぱりなんかずっとパサつきは残ってるかなってあります。もうちょっとうるうるしてた気がする自分でもサーリーカー、ふくらのくみこです。タイに来てから髪が傷むようになりましたか？すごい傷むようになりました。ケアはどうしていますか？ちょっと私は美容師さんに勧められたこのシャンプーを使ってます。そう、日本製ちょっと高いんですけど富士スーパーとかドンキで売ってます。あとは美容師さんに勧められた水素、すごいこんだけですごい高い十数回分で1500バーツくらい。シャンプーの中に水素を小豆代ぐらい入れて洗ってタオルで巻いて10分ぐらい置く感じ。こっち来たら私はなんかいろいろ試しましたけど最終的に水素に行き着きました。帰国した時に3週間ぐらいの間にすごい髪の毛がまとまるようになって、全然いいシャンプー使ってなかったし水素も使ってないしあ、こんなに違うんだなって。結局水。クリーカー、プクラーの誠です。タイに来てから髪が傷むようになりましたか？はい。ケアはどうしていますか？それはですね、じゃん、これ水素パウダー。あ、それね、プクラーの久美子がね使ってるって言ってたわ、さっき。あ、やっぱ使ってんだ。髪のシワとか白髪とかめちゃ腰とかめちゃめちゃ良くなるっていう風に言われてる。白髪がね、私本当最近増えたね。でこれを使うことによって白髪ができにくくなるんだって。そんな実際いいんじゃないかな。で腰も結構良くなってると思う。美容院の人がいいですよとかって言ってたんだけど、でもやっぱ軟水もいいですよって言われたので、やっぱ結局水だよね。 ちなみにさ、大きさのさ、ミスのやつは、これはバランスボールですね。でこうやってこうやって、こっちこうやって見てね。おっせ。
後ろにこうやってこうやって。これ何ダイエット気休めダイエット。健康健康ほらね、床でずっと座りっぱなしだとお尻が痛くなるし、こういうボールもめちゃめちゃいいですよって、こうやってほらほら皆さんコアを一緒に、中から一緒に皆さん鍛えましょう。健康第一です。サディカープクラのエリです。タイに来てから髪が痛むようになりましたか？はい。ケアはどうしていますか？いや特にね、あんまりちゃんとしたケアはしてないんですけど、まあ、タイで人気のこのトリートメント、福子さんも紹介してるやつですね、これも使ってますし、あとは本当安くて東南アジアで人気、インドネシアのものなんですけど、こういうトリートメント安く買えるものは使ってるけど。それタイで売ってるの？これタイでも売ってるし日本でも売ってるし、結構いろんなところで人気なんですよ。けどなんか大したことはしてなくて、まあ、美容室でトリートメントするくらいはありますけどね。けどね、結局タイの水が原因って言うじゃないですか。もう私のせいじゃないよ実はタイの香水は髪を傷めるわけではなく、タイの紫外線で傷んだ髪に空洞ができて、その空洞にカルシウムを含んだ不純物が入るからパサパサの原因になるんだそうです。実際にはダメージを受けてる風になっているだけで、例えば極端な話、ボルビックなどの軟水で洗い続けたらカルシウムが抜けるそうなので、髪質も徐々に良くなるんだとか。ということは結果、水が大切なのです。アンケートの調査結果で、中には DM で意見をくれる方も。プクコのフォロワーさんが教えてくれた軟水器で髪質改善になるのか。ということで、タイの軟水器を調査して。サディーカー、改めましてプクラのエリです。私の友達でね、髪の改善になると言われている軟水器を使ってる人もいるから、今回はそれを取材していただきます。軟水器ね、確かに軟水器ってすごいいいって言いますよね。特になんか肌の予防にもなるって聞いた。みんなも気をつけてでもみんな気になるでしょ。実際にね、聞いてみたいので。しかも美人すぎるくらい美人なの。美人すぎるくらい美人。髪だけじゃなくて美しさの秘訣も探っちゃいますよ。ぷくぽチャンネル。こちらのお家みたいなんですけど、まずね、玄関が広すぎて、これ どうしたらいいんですか。コンコンしちゃって。ピンポーン。あー、お願いします。ちょっと待って、海外セレブ。初めまして。何この人、すごい綺麗です。モデルルームじゃないですか。これなんか億万長者の家みたいな。すごすぎない？いや、すごすぎて、このお部屋自体がちょっと興奮してます。今かなりゆかりさんからもなんかすごくいい香りがしてて、やっぱさ、美人っていい香りが。いやいや、もうすごいよ、ぶくこさん。視聴者の皆さんもこの人何者かと思ってるから。本当に本当に思ってるから。はい、お願いします。ゆかりちゃん、実はえ、はい、3人信じられない。奥様でもあるけど、実はメレル・ナスミストをプロデュースしてる。おそうなんです。もうこの家自体もすごくいい香りがするので、アルコールとか、はい、あの使ってないナチュラル。あ、すごいナチュラルのやつ。だから赤ちゃんにも使える。赤ちゃんにも使える。すごい、ちょっとランちゃんにも使いたい。ちょっとこんなに戻ってもらって。あ、忘れました、ごめんなさい。あまりにも興奮しすぎて忘れちゃったんですけど、今日は髪の毛軟水器の話です。まずこのゆかりさんの髪の毛がさ、もうコマーシャルみたいな、もうなんかバーンって感じのすごく美しい髪の毛で、色は似てるよ。ちょっと待って、なんか違う。軟水器を使ってるんですよね。使ってます。ポルカドットさんから2台借りてます。2台も使ってるの？あのタイに来てから髪のダメージと抜け毛にすごい悩んでたんですけど、香水が拍車をかけて髪のダメージがひどくて、でお友達に紹介してもらって、はい、ポルカトツさんを使い始めてからすごい肌も髪も綺麗になって、肌も、そう、肌も変わりました。だいぶ変わりました。ゆかりさんが言うんだったら信じちゃう。今日なんかさ、髪ケアできてるけど肌も調子いいっていうこと。いやいや、これはかなり嬉しい情報です。実際ちょっとこの軟水器見せてもらってもいいですか。はい、もちろんです。はい、行きましょうね。はい。いや、ちょっと家の中に階段があるっていう、ちょっともうそこで大丈夫なんですけど。みなさん、おしゃれ。こちらです。あ、こちらです。わ、なんかもう本当にお家探検が楽しすぎる、このお家。やばいね。やばい、こちらです。いちいちやばいんですよ。もうなんか、すべてのバンコクのてっぺんで
お風呂に入るっていう感じのバスルームです。いやもうね、天空のバスルームですよここ、おしゃれじゃない？すごいキャッチコピーつけました。すごいの。洗面台が2つあるじゃない。そうそう、もうこれあの高級ホテルとかでしかないんですよ。洗面台2つ。何席ってどういうのなんだろう。はい、お邪魔します。これですね。これこの青と銀色のボトルですか。これがフィルターで、フィルター銀色のが軟水。あ、え、でもこれをどうやって使うんですか。もう普通にあの出すだけです。これだけ。もうこれが軟水になってるんですか。そうです。すごい。わ、しかもなんかもうすぐあったかい。水圧強くないですか。これはあのイケアの。イケアね。これは軟水機効果とかじゃなくてイケアの結構そういう裏技なんですけど、ちょっとトロトロしてますよ、ね。なんかちょっとパサパサしてないとかトロトロ。もうずっとこのままつけっぱであの使えるんですか。2週間に1回メンテナンスをしてるんですけど。あ、メンテナンスって難しい。なんかどんなこと。簡単で、ポルタトップさんにお願いして、はい、おシェアを入れて。あ、そうなんだ。はい、そんなこともやってくれるんだ。え、やってくれるんですか。それやってくれます。あ、すごい、そんなグッドケアなの。すごいですね。そこまでするゆかりさんはすごい。確かにそこまで。しかもこれ2台つけてるっておっしゃってましたよね。そうです、そうです。もう1台はどちらに。もう1台は1階の子供部屋についてます。子供3人いますし、うんうん、最近ちょっと赤ちゃん生まれたばっかりなので、やっぱアトピーにもすごいいいって聞いたので、はい、やっぱりちっちゃい頃から日焼けをしたいなと思ったので、はい、あ、はい、そうなんだ、うん、ね、髪だけじゃなくて体にもいいし、まあ、顔にもいいし、その体全体にすごくいい効果があるみたいですね。1台いくらなんでしょう。月1台900バーツ。900バーツで借りれる。ってことはそれ900バーツでゆかりさんになれるってことですか。なんか違う。それなら私もなれるかも。確かにね、すごく900バーツでなんかケアできるならいい。お得な感じがします。そうん、もうやっぱでもゆかりさん軟水だけじゃなくて他にもかなりいろいろケアされてますよね。うーん、なんか主にどんなことやってるとか。サウナ。サウナと氷風呂。サウナと氷風呂、はい、これもうワンセットですか。はい、わー、このお風呂を氷風呂にしちゃう。氷風呂にします。わー、ちょっとそんな考え方なかったや。もう氷風呂ってことこれ。もう風呂冷たいですか。冷たっ、びっくりした今心臓止まりそうでした。何のために氷風呂。冷たい。氷風呂はあの血行が良くなるんで、冷たいって思うんですけど、はい、入ると中から耐えられますか。血圧が上がれないんですけど。もう根性です、そこ。やっぱりさ、美は根性なのよ。でも私は16時間食べない、16時間ファスティング。16時間。1日は24時間しかなくて16時間も食べないんですか。そうです。あ、食べてもいいのが8時間だけ。あ、日中は。何それ。なんか昔倖田來未さんがテレビで言ってたやつかな。あ、そうです、世代世代。そう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 。じゃあ、えりちゃんも、はい、あれがいいんだな、16時間ですけど、うん、いや、無理。軟水器をつけてこんなトゥルトゥルにね、ゆかりさんみたいになれるって言うんだったら、まずそこから始めたいと思います。軟水器借りたからってゆかりちゃんにはなれないから。借りは綺麗な。なれない。ちなみにプココ家の場合は、私が美容師さんに軟水器を勧められたので夫につけたいって相談したら、最初は必要ないって断られたんです。でも、ハゲ防止に効くらしいよって言ったら、即座に OK が出ました。実際に使ってみて本当に良かったですよ。気になる人はポルカドッツさんに問い合わせてみてね。グッドボタンとチャンネル